皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。さて今日はね、またなんですけど、ちょっとチームを入れ替えようかと思いまして、実はね、ピーチ、ね、ラビッツピーチよりも、実はラビッツルイージの方が強えんじゃねえかなっていう。いやね、なんだろう、こいつの武器見てたのよ、さっき。ちょっと、武器。これな、ワーブってやつ。これ今最初何もついてないじゃん。俺初期武器だったんだけど、いやこれさ見てよ、これプッシュ確率 30% プッシュダメージとかさ、これ見てよ、ファイヤー確率 30% ファイヤーダメージありとかさ、なんか追加ダメージ効果があんのよこの武器って。え、強ないってことで 50% の確率で燃えるんで、これやばないっていうね。え、プッシュエフェクトかファイヤーエフェクト、ファイヤーにしよう、これ。顔、アメちゃん顔。いや、これ絶対強えなって思ってさ。だから、ちょっとこれでいきます。ルイージちゃん入れて、ルイージラビッツとルイージで入れていきたいと思います。ワンワンおる！どうしよう、ワンワン。助けて！あれがワンワンか。今は眠ってますが、誰かが近づいた目を覚ましますよ。そしてワンワンのターンだったら、一番近くにいる人に噛みつきます。ワンワンのターンは僕たちの次、近くにいれば敵でも噛みつくよ。やべえ、ワンワン怖えなあ。めっちゃ起きとるやん、もう。待って、もう起きとる起きとる。びっくりするって。起きんの早ないか、それ。さて、とりあえずトリマ殴るか、こいつで、燃えませんかさあ、追加効果なしやったな、今の。残念でした。さあ、次、マリオ行こう、マリオ。マリオタイム。そう、マリオは、そう、やりたかったのは、こいつを踏むこと。踏むのでーす。踏んでどうしよう。やばい。あいつ、噛みついてほしいから。どうしようかな。とりあえず、向かい側行くか。取りま。おっと、危ない。で、通常攻撃。当たれ。外したか、なんでやねん、もう。さあ、次、ルイちゃんです。ルイちゃんだお。さあ、ルイちゃんは、ちょっと無農やから、無農薬野菜やからさ、ルイちゃんは。ルイちゃん、ここへ行っちゃって完璧ちゃう？はい、ルイジー！いや、マリオとルイージのそのコンボ見た、俺感動しちゃうわ、これ。みんな食らうダメージ。よし。シュート！完璧ですわ、これ。さあ、ワンワンのターンだ。いけ、ワンワン、噛みつけ！ワン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 。かわいそう。ガブリンチ、試したけ！マジ来ないでくれ。さあ、敵のターンだ。敵は、おっと、一歩だけ前へ出る。さあ、ワンワンの近くから、離れたい模様。やめて！さあ、敵は、おっとっとっと、遠距離から撃ってくる。さあ、こちら向いてるね。おっと、今あの敵を向いてるぞ。うまいぞ、うまいぞ。ぴょーんと行って。うわ、そこはまさか。狙撃ポイント。ひどい。ルイちゃんがやられちゃう。さて、どうしようかな。こいつ、0% か、今ので。よし。今、こいつ向いてんの、敵。こいつやっつけちゃうか、先に。いや、でもやっつけるのは2人にお任せするか、マリオに。ね、マリオに踏んでもらって、ルイージで、あ、スライディングジャンプとかできんだ、これ。激アツやん、スライディングジャンプオッケーみたいな。ね。スライディーング。よき、ジャンプー。楽しい！で、あいつ体力60しかないんだよね。ワンワンの噛みつきで死ぬから放置。どっちやる？どっち 50% や。こっちにしたのか。当たりー、外した。くそー。さあ、マリオの必殺技は使わなくていいか、まだ。さあ、次が、よいしょ、ラビッツ。ラビッツもね、ここで適当な人生送っときゃいいんじゃね。あかんな、これ、食われるな。やりづら。で、敵当たんないよね、これって。ここは。やっぱここかなー。うわー、どうしようかな、ラビ。君今、無能やで。無能ではないけど、困ったよ。
ここ完璧じゃん、このポジ。このポジ。あ、でも横から撃たれるのか、これって。あいつらからも。でも燃やすか、とりあえず。燃えろ。ディアファイヤー、これ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 、俺がしたかったやつ。追加ダメージっていうか、超ダメージ。ダメージでけえよな、ファイヤーすると。さあ、とりあえずシールド貼っていきましょう。バリアウ。ピーチ姫はね、多分あれだよね、よいしょ。なんか、覚えてからだよね、完全に、よいしょ。俺が言いたいことわかる？なんか、ちょっと今ね、回復。回復覚えてからだと思うよ。さあ、ルイジタイム。待って。ルイジの必殺技。ルイジの必殺技。これ当ててみるか？爆発、ピカチュウ、元気で中。いけ！ゴー！はじき飛べー！これ強くねえ、ルイジのやつ。よし。あいつ動いたら殺すやっとこう。マリオやっとくかよ、もうせっかくだし。お前動いたら殺す。さあ、ワンワンのターンだ。ガブリンチョー。ああかわいそう。次こっちやで。やめて。敵のターンでーす。ワンワンはやっつけられない。残念、そこ射程内。お疲れ。敵消滅、動くと死ぬぞって。うわ、遠距離から撃ってきたこいつ。さあ、マリオの下ただ効果なかったね、悲しい。さて、ルイジとのコンビネーションアタックで決めろー。よし、ストンプからの、お疲れ。必殺技3ターン1回ぐらい使えそうだね、今の感じ。よし、大勝利でーす。いや、戦闘すげえ楽しい、このゲーム。これ結構シミュレーション系好きなんだよ。はい、ということで見事勝ちました。あ、ボーナスでこれでスキルポイントもらった。見て見て、あそこ。嬉しい。で、じゃあスキルポイントをまた割り振ろうぜ、みんな。スキルツリー。さあ、マリオが、なんか使える。クリーンジャンプって有効できるけど、いらない。パワーブースト、いらない。え、いるか？パワーブースト。で、なんかないか、これ。ちょ、なんかいろいろあんねんな、これ。こっちすごいな。ブーストの効果2倍。ヒーローサイトの威力アップ。ヒーローサイトの回数アップってめっちゃ強ないか、これ。ハンマー上げるよりもこっち鍛えた方が絶対強ないか。ヒーローサイトの威力もアップするのめっちゃ強ないか、これ。絶対これ強いと思うんだけど。でもハンマー見たいからハンマーにしよう。ハンマーリオ。さあ次、ラビッツピーチ。ラビッツピーチは、回復覚えたら強くなるから、絶対。ねえ。待って、おしゃれスライディング。1回の移動中に2回スライディングできる。ボムタンク。ボムタンクってわざかぶってないか、ルイジと。お前。ね。回復。とりあえず回復にしときましょう。で、次。ラビッツルイジ。ラビッツルイジは、敵と一体のその周りを攻撃。攻撃エリア大。あ、これ強そう。で、スライディングしたとき、ヒットポイント吸い取ります。ヴァンパイアスライディングだって。スライディングよく高いし、これありかもしれん。うわ、どっちにしよう。でも、ランちゃん見てえから、ランちゃん。で、さあ、ルイジさん。ルイジさんは、なんでもええです。ルイジさんはもう終わり。こんな感じでした。いや、なんか、スキルポイントガンガン手に入ってくるのいいね。さて、ここどこだ？何？あ！橋が壊れてる。ここは通れない。他の道を探そう。壊れてないよ。壊れてた。手前やったんやね。奥かと思ってた。え、何これ何これ何これ。怖い怖い怖い。ここ何これ。いかにも土管入れてオーラしてるけど、入ります。あーあーああ。スイッチオーン。あ。スイッチ入れると変な方向向いたりするんだね。わいやいやいやーんと飛んで。何これ、何これ、ほんと変なの。こっちの世界で大きくなったんだ。シャボン玉作るやつ、環境汚染やばくない、そこ。大丈夫か、そこは。こんにちはーと。さあ、やってきました。アイテムをいただきましょう。何これ。あ、フィギュアね。
ラビットパックンのフィギュアをゲット。ラビットパックン強かったなあいつ、ほんとあいつ嫌いだわ、大嫌いだわ俺。よし、でで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 帰っていいのこれ。イエイイエイ、ちょっと待って、スイッチオンしてないよね。スイッチオン、どっち向くのそれ。あ、橋が動いた、そういうことな。ね、こっち側見てみようぜ。こっち側もどうなるの。うおー、橋が動いたってね。オッケーオッケー、これで帰れるよーっていう、そういう仕組みだったんだ。オッケーオッケー、帰りましょう。わーい、すげえあわあわしてる。あわわわわわわわ、あれ、どう行くのそこ。あ、待って、今降りる必要なかった。なんで降りたん俺。間抜けなことしてたよ、間抜け。なんか一体楽しそうやな。あのスポンジは、あ、掃除用なのに知らないって幸せだ。ね、トランポリンと思ってんやろかな、あいつら。でも楽しそうだよね。え、こっちゃ、こっちゃ。よしー。で、到着できました。新しいエリア。これ、あ、これ同じやつ、同じやつ。この巨大サボ、シャボン玉とか、なんかシャボン玉入ってみたとかあんじゃん。やってみたくないみんな。興味ない。俺すげえやりたいんだけど、ああいうの。頼むわみんな。なんかここ怖い。暗くなった夜だよ、夜。恨めしやー。ヒュードロドロロ。なんでラビッツの銅像あんだよ。プレートにはラビッツの長いトイレって書いてある。トイレで雑誌読むってやつ。ね。まあ集中力はあるよね、トイレって。オッケー、フィギュアゲットー。ルイージやったフィギュア。いらねえ。ふだん正解はこっちっぽいぞ。でも逆か、見ちゃおっと。なんかないの、こっち。ランプがあるぐらい。なさそうだね。よし、じゃあ順路に応じて行きましょうか。明るくなった。日が暗かっただけなんだ。さあ、一度斜め。到着です。いや、だから見られとんで。誰が見とんで、俺のこと。さあ、積み木のところまでようやく到着。じゃ悪いやつ、ハハーってクッパジュニアっぽい声したかった今。違うかな、ラビッツの声なんかね今の。だって、崖にお気をつけあれっていう、そんなステージですね。気をつけながら行きましょう。ここは引っ張れなーいね。そう、さあ奥行きましょうか。さあ奥へ行くとボス戦だー。いや中ボス戦でもない、バトルだ、バトル、雑魚的だー。敵5体やっつけろ。5体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 だけでいいの。そんな一発やで、おめえ分かっとんか。お前誰やと思っとる。マリオやぞ俺は。な、マリオさんやぞ、マリオさんな。攻撃1体できるな、ここくらえ。あっ、くそ、バズーカ撃てばよかったな今の。よし、次、ルイージさんやぞ、ルイージさん。ルイージさんの攻撃、ルイージさん登ってこれるね。でも危ないよー。危ないよー。あいつやっつけれたらいいんだけどな。ここ危なくねえか？やられねえかな、ルイージ。まあ、ルイージ多分強いからいける。で、これ、こうしたらどうなんだろう？うわ、超ダメージ、超ダメージじゃん。ほら、食らえー！どう？あ、土管入っていくんだ。いいダメージですね、これは。さあ次、マリオでーす。おいえ、マリオタイムー。あ、地味に届かねえ。マリオ困った。じゃあ、まあマリオダメージ食らうか。おとなしく、おとなしく食らうしかないってやつやな、ここ。いや、行くか、マリオ。マリオ強いし。よいしょー！ナンバーワン、マリオ！おめえか。ハンマーで叩き壊してやろうか、お前のこと。うおーい！叩き潰しちゃったで。割れ。よし。で、これ、ただ使っとこう。よし、ターン終了や。あなたのターンです！わ、痛い！撃ってきた！こいつ悪いやつ！動いたな。わ、だが反応なかった。あいつずるいぞ。あ、丸見えですわー。エッチ。だがそこ、範囲やや。
よいしょ、じゃあ、クリティカルバウンスアウトオブなんたら。エリアから出ても死ぬんだね。かわいそうな、かわいそうな子。で、財通を 50% の確率か。50% で殺す。はい、外す。50% を外す男やで、俺は。よし。あいつは、もうルイジに任しとけ。必殺だって丸見えへん、丸も見えへんね、これ。さあ、次君の番だ。よし。で、スライディングしとこうか。スライディングからの、ここに行こう。イエーイ。で、新しい技。あ、これ、あんまダメージ取らない、ないんだね。燃やそうじゃ。ほい。あ、ファイヤー出た。おーおお、あった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 。ファイヤー出たらやっぱ威力高えな、40代は。さあ、マリオ行きましょう。マリオは、地獄のスライディングや。地獄のスライディングからの、あっちへ、あ、で、下か、これ。待て待て。困ったな困ったな。地獄のスライディングからの横でええか。はい、じゃあな。さあ、これでターンは終了。お前動いたら死ぬで。じゃあな。また会おう。かっけえ、ルイージ。イケメンやで。敵どこ行った？え、敵どこ？あと。ちょ、待って、偵察カメラ見よう。敵どこ？あ、これか。ニョッキニョッキーか、あと、2体は。え、こっち側とか敵おらんよな。今から生えてくるんだね、敵さん。めんどくせえやつやな、あいつら。な。で、敵さんが、そこに出るんだよね。めんどくせえやつらだな、ほんと。いや、先行こうじゃ、マリオも。行きマリオってして、今のうちみんな近づこう。ね。この、よし。なんたらラビッツも、近くへいいんや。うさうさラビッツいいんやで、これで。ルイージだけ下で撃ってたらいいかなと思うんだけど、どうだろうな、これ。ルイージだってなんもないもんね、やること。まあ、ニートみたいなもんやからな、ルイージって。ルイージの扱いのひどさやな。ここでいいよね、ルイージって。こっから狙撃しよう。やっぱ狙撃手だもんな、お前は。あ、べべべべべべべって言ってるけど。よし、ターン終了。さあ、敵のターンよー。出てきた。奴らはどう動く？あ、下におるよ。聞いてないよ。ま、ルイージ死んじゃう。ぴょいーんと。降りてきた。ちょっと待って、ルイージ狙わないで。外した、危ねえ。あ、壊れてたよ。ルイージ届くんかーい。死ぬ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 。やばい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 。ちょっと待って、予定外のことや、これは。これは予定外。さすがに。ちょっと待ってな。踏んつけられねえから、この場合は、君がまず入って、スライディングして怒る、君を。激怒や、これ。激怒アタック。で、俺お前殺すアタック、これで。あ、間違った。パイプとかしちゃった。あい。自分を食らった、今ダメージ。食らうのね。じゃあ次、マリオ。マリオ、怒りの攻撃や。行くぜ。絶対許すなよ、こいつら。32ってすげえ困るな。あ、でもいけるか。スライディングからの、ジャンプ、踏んづけ。踏んづけできない？ねえ。なぜできない？ちょっと待って。ジャンプからの踏んづけは、できるけど、スライディングからのジャンプ、できないの？スライディングからの、ジャンプ踏んつけ。あ、同じキャラはできないとかそういう縛りあったの、もしかして。なんてこっちゃい。なんてこっちゃいちゃい。ちょ、待てよ。それは困ったな。いっか。スライディングでジャンプして、マリオはルイージ、弟を助けに行こう。よし。で、
間違ったけど、おお、バウンサー出た。よしよし、出た出た、ステージ外、アウト。で、次、ルイージや問題は。ルイージどこ行く？ルイージどこ行く？ここ行く？ここ 50% が敵に当たるため確率。ルイージも下行くか？でも下行ったら死ぬっしょ、絶対次のターン。ちょ待って、まずい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 。まず、まず攻撃しよう。まずこいつ殺せばいいんじゃね？よし。待てよ。この、よいしょ。花ちゃんっぽいのを、ねえ、花ちゃんっぽいやつを、こいつに投げる。いけ！いけるのそれ。あ、届いてないんだこれ。ちょっと困るよ、ルイージくん。ルイージくん、ちょっと、引退。ルイージくん、引退。もう、二度と帰ってこないで。これ、ピンチやな、マジで。割と。あの、花ちゃんボムって爆発しないと死ぬんだ、これ。こいつ。あ、爆発しちゃった、こいつ。攻撃すんな、お前。あ、でも、こいつ狙ってくれてるってことだよね。ありがてえ。あ、おとりに使えるじゃん、これ。強えな。ほら、おとり。あ、マジでやんか、お前。今タコ殴りタイム来たってこれ。どこ行くん君。下降りた。わあ。よし、プレイヤーターでーす。来た、動いてる。はい、じき飛べー。よき。さあ、あと2体ぐらい。こいつだよな。問題は。ね。どう倒そう。スライディングってしてもいいんだけどね、その後。この攻撃だよな、とりあえず。燃やすか。ウェーイ。で、さあ、ルイージだよーは、どないしようかな、マリオさん。まあ、ちょ、お願いしますよ、なんか。こいつやっつけれる。待てよ。ワンチャンあるぞ。ルイージが、行くでしょ行くでしょ行くしようにするでしょで、ここで、ルイージがこいつを 50% で倒す。さすがルイージ 50% を引ける。あ、終わりか。あ、5体で終わりかやね。全部倒されてよかったんかい。そうや、全部で5体かと思った。あれでなんや、勘違いしてた。ちょ、ルイージ体力7しかないんだけど、助けてよ。え、これ連戦。はい、ということで皆様、次回お楽しみに。僕、ダイダラシス。いや、俺ルイージじゃねえよ。次回ルイージシス。お楽しみに。